こんばんは、ジオちゃんのお時間です。これまでジオちゃんでは動物の家畜化に関する動画を投稿してきましたが、皆さんはキツネが家畜化されていることはご存知ですか？驚くべきことに、それらのキツネは人によくなれ、白いまだら模様を持つなど毛色に変化のあるものや、犬のように芸をするものも見られます。そこで今回はキツネの家畜化について解説していきます。このチャンネルでは生物から歴史まで世界のあらゆることを解説していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。キツネの家畜化。古代ヨーロッパでは一度キツネが家畜化されていたことが分かっています。紀元前3000年から紀元前2000年にかけて、ヨーロッパのイベリア半島北東部では人間と動物を一緒に埋葬するという習慣がありました。ある遺跡では犬や牛などの家畜が埋められていたのですが、その中にキツネも含まれていたのです。このキツネの骨コラーゲンに含まれる安定炭素と窒素同位体を調べてみると、この辺りに住んでいた人間と同じようなものを食べていたことが分かりました。さらにあるキツネには治癒しつつあった骨折の跡が見つかっており、人間によって固定され治療を受けていたと思われます。これらのことからキツネは家畜化され人間と一緒に暮らしていたと考えられています。またヨルダン北部にある古代の埋葬地でもキツネが人間と並べられて埋められており、驚くべきことに1万6000年も前のものだということが分かっています。このキツネが家畜化されたものだったとしたら、犬よりも早く家畜化されていたことになります。しかしその後家畜化されたキツネは完全に滅んでしまっています。そもそもキツネが何のために家畜化されていたのかがはっきりと分かっていません。成長してから毛皮を取るためとか、ネズミなどの害獣を狩るために飼われていたけど、猫の家畜化が始まったためにその役目を猫に奪われたなどが考えられています。理由はどうであれ、キツネの家畜化が再開されるのはそれから何千年もの後となりました。1950年代にロシアで遺伝子に関する実験としてキツネの家畜化が始まったのです。そこで次にこの実験を始めるに至った経緯について話していきたいと思います。この実験を始めたのは遺伝子学者のドミトリ・ベリアーエフという人で、1917年ロシアのコストロマ州で生まれました。彼はメンデル遺伝説を支持していた遺伝学者の兄の影響を強く受けて育ちました。しかし当時のソ連ではダーウィニズムやメンデルの遺伝学を信じる学者たちは最高指導者となったスターリンによって迫害されており、厳しい粛清が行われていました。これとは逆にメンデル遺伝学を否定し独自の遺伝学を提唱した生物学者のトロフィム・ルイセンコはスターリンに支持され、多くのメンデル遺伝学者たちが研究者としてのポストを奪われ逮捕追放されました。ドミトリ・ベリアーエフの兄も例外ではなく投獄された後に亡くなってしまいました。そのような状況にもかかわらずベリアーエフは兄の意思を継ぎ自分の研究を貫いたのでした。では次に彼の研究内容とはどのようなものだったのでしょう。ベリアーエフは野生動物の家畜化で最も重要な因子はおとなしさの選択的繁殖であるという仮説を立てました。つまり家畜化された動物に見られる身体的行動的特徴は彼らが人間に対して従順になった結果現れるものだと考えたのでした。彼はソ連の監視から逃れるためキツネの毛皮の改良を装って家畜化の実験を開始しました。この実験に使われたのはギンギツネと呼ばれる北半球に広く分布している赤ギツネの黒色化型で、体毛は黒地に白銀色の差し毛となっています。ギンギツネの毛皮は特に美しいことから高級品とされ、毛皮産業の需要が高かったためこのカモフラージュ作戦はうまくいきました。1958年、同じ遺伝学者であるリュドミラ・トゥルートと出会い、翌1959年、ベリアーエフは彼女と一緒にキツネの選択交配を開始しました。交配させる個体を選ぶ基準は非常にシンプルです。彼らはエストニアの養殖場で飼育されている数千頭のギンギツネの中から人を恐れず噛みつかない個体をオス30頭メス100頭連れてきて何世代も選択交配させました。2世代目から5世代目にかけてすぐに行動の変化が現れました。尻尾を振り人に懐くものが現れたのです。さらに8世代から10世代になると家畜が持つ特徴を持つ個体が現れ出しました。彼の仮説の通り
人間になれ、従順になった個体群の中から多様な毛色、垂れた耳、巻いた尾などを持つ個体が現れ始めたのです。当時、なぜ犬の毛皮色が狼と違うのかという疑問がありましたが、ベリアーエフはこのキツネの研究と関わりがあることに気づきました。彼らは生化学的な測定をし、選択交配したキツネのアドレナリンの水準が野生のキツネに比べて大幅に低いことを発見しました。これによって飼い慣らされたキツネの振る舞いだけでなく、毛皮の色も説明できることが分かったのです。野生のキツネでは高いアドレナリン濃度のため遺伝的変異が現れませんが、ホルモンレベルの低下した飼い慣らされたキツネには毛色の変化が起こるということが分かったのです。選択交配したキツネたちは心理的な違いも見せ始めました。家畜化された子供のキツネは野生のキツネより2日ほど早く音に反応し、1日早く目が開き、恐れを覚えるのが9日遅くなりました。これは社会化期が長くなったことを意味します。社会化期とは犬や猫が人や他の動物になれるのに適した期間で、この期間を超えると新しいものを受け入れなくなります。狼は犬よりもこの社会化期が短いことが分かっています。詳しくは以前の動画、家畜化できた動物とその起源をご覧ください。15世代から20世代にかけてさらに新しい特徴が見られました。短い尾や短い足の個体が現れ出したのです。2019年には50世代を超え、犬のように芸をするものも現れました。さらに生後2から4ヶ月の子ギツネが人の指差しジェスチャーを理解できるようになりました。指差しジェスチャーを理解できるのは犬の特徴で、飼い慣らされたオオカミはこれを理解することができません。2010年には別の生物学者が人間に対して友好的なキツネ、攻撃的なキツネ、その中間のキツネの3グループのゲノム解析を行ったところ、103箇所もの違いがあることが分かりました。ただ人を恐れず噛みつかない個体のみを選択交配させるだけで、毛並みなどの外見的特徴や芸などを覚える認知機能が変化するのは驚きですね。そのことを直感的に理解し、仮説を立て、そして粛清に臆することなく実験を行ったドミトリ・ベリアーエフが本当に優れた人物だったことを伺い知ることができます。1985年に彼は亡くなっていますが、実験はリュドミラ・トゥルートに引き継がれ今も続いています。今後、一般家庭でキツネがペットとして飼われる日が来たりするのでしょうか。コメント欄にて皆さんの意見をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。